皆様こんにちは、オーボエ奏者のタムです。本日はリクエストがありまして、オーボエのアンブシュはオーボエを吹く時の口の形について解説をしていきたいと思います。こんな感じでリードを吹く時の口の形なんですけれども、ぶっちゃけ、結論から述べますと、口の形に正解はないと私は思っています。この意見は私の個人的な意見なので、他の先生とか他のそういう流派とかによってはやっぱり違う意見があるとは思うんですけれども、一つの意見として参考にしていただければなと思っています。やはりアンブシュアというのは、他の楽器を吹くときもそうなんですけど、この唇の形、薄さとか歯並びとか、骨格とか、いろんな要素があるので、ある程度形は決まってるとは思うんですけど、個人的にやっぱりその人それぞれによって、こう変えていくというか、やっぱり自分の吹きやすい形を見つけていくのがベストなのかなと思っています。ということで、前置きが長くなりましたが、早速リードの吹き方、加え方、アンブシュアについて解説していこうと思います。まずリードがどうやってなるかというと、このちょっと見えにくいんですけど、削られてる部分、ここをスクレープっていうんですけど、ここがこう振動することによって音を出します。そして加え方なんですけど、この下唇にリードをこう置いて、でこうくるっと唇を上下にこう巻き込む感じですね。こんな感じで、目安としてはこのピンク色の唇の部分が、こんな感じで、見えなくなるようにっていう、風に私は意識しています。今上下で巻き込むと言ったんですけど、それだけだとちょっとこう挟むというか、こう噛んでしまうので、なんかイメージとしては全方向、横のもそうですけど、全方向からこう包んであげるイメージです。で、これが分かりやすいのがこう、リードの裏ですね。このチューブの部分を加えてあげるんですね。こう、こんな感じでやるとこう口が丸まって、全体的に支えるっていう感覚がなんとなくわかるので、ちょっとこれをやってみて、ちょっとなんとなく口の感覚を覚えて、こんな感じでリードを支えてあげる、で、練習してみるといいと思います。なのでイメージとしては、巾着袋の紐を締める、その締めた感じをこの口で作ってあげるという感じです。とにかく、唇で噛みすぎないようにだけ注意してみてください。私のアンブシュアはこんな形なんですけれども、とにかくこの唇の支えが大事になってくるので、唇の筋力が大事になるので、鏡を見ながら、今自分がどういう風に吹いているのかっていうのを、確認しながら練習してみるといいと思います。いかがでしたか？これからもオーボエを始めてみたいなと思っている方だったり、オーボエをやっているけど、こういうところが気になるとか、なんか聞いてみたいことなどありましたら、こんな感じでちょっとワンポイントレッスンみたいな動画を撮っていこうかと思っていますので、またぜひ遊びに来てください。引き続き演奏動画やプラモデルの制作動画などをアップしていきますので、またぜひ遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。